私たちサイバージャパンダンサーズです。千秋です。和平です。みやみです。はるかです。かなへです。みやんです。はい、今回は2回目かな3回目かな、久しぶりにこの件といえば気配切れですね。気配切れで戦っていこうと思います。気配切れというのは目隠しをした状態で、その人がこの辺にいるとかあの辺にいるとかの気配で切っていくという戦いになるんですけど、これ当てずっぽでこうパパパパ振って当たったりするのはこれは NG です。ちゃんと気配を感じて切らないとなりません。今回は1対1で3回戦、まず初戦ですね、こちら、はい、戦っていって、その3回の勝者が最後に3人で優勝者を決めるという形で、個人戦なんですね。そう、個人戦なんですよ、今回。はい、ということで、バシバシビシビシ切っていきましょう。じゃあ今からグッチョーの方がいいですね。グッチョッパで決めていこうと思います、今からね。グッチョッパ、あ、やばい。水上の時もそうですね、これ。ここで
どちらが勝つのか見届けてください。意気込みは来てやるぜ。ニアビーも Easy as pie。 ニアビーはイケメン、イケメンおじさんになりました。頑張ります。はい、私はウルトラマンです。いやちょっとウィンクしてるウルトラマンですね。頑張ります。それでは回してあげますね。ジム、え、回るんですか。あ、違う違う、今回しながらどこかへ連れて行ってます。なるほど。あ、結局回るんですね。こちらでこちらでいいですか。宮城さんもね、くるくると回りながら向こうへ行きましょう。あ、はい、向こうもわかんないよね。向こうね、カメラで手がないと。ほいほい。それでは、行きます。レディーゴやったー。あ、余計。あ、余計。
勝でした。はい、優勝決定戦です。イエーイ。なんとこの今回3人でやるときはですね、当たっちゃった人は静かに退場してください。わかりました。あと2人が勝負し続けるので。わかりました。1人残るまで帰れない。この戦い負けられない。負けられない。意気込みはどうですか？やっぱりこの中では一番後輩なんですけど、どんどん切っていこうと思います。お、はい、強いですもんね。ストロングですから。ストロング、ストロング、ストロング。まあそうですね、私の鍛えられた匂いを、お、嗅覚を頼りに今まで散々もう幾度となく過ごしてきたので、もう、あ、注意、あ、かなえさんっていう感じで進んでいこうと思います。I'm the best. かっこいいよ。すげえ。家にね、かなえさん一歩も動いてなかったんですよ。そうだっけ、そうだっけ、こうやって。そうだよね。なるほどね。なるほどね。それで勝ってるもんね、かなえ。そう。強いかも。いろんな作戦があるんで。こっちは。それでは、はい。戦っていきましょう。皆さん、マスクをつけてください。豊かな目ですね。個性豊か。かなえさん前髪おろさんといて。それでは皆さん、私がそれぞれ散りばめていきますね。あー、もう怖いって。皆さん今から声出したら、皆さん、いいですか？よーい、スタート！
いや楽しかったですね。楽しかった。どうでした皆さん、久しぶりの気配切りは。いやもうね、千秋が強すぎてもう本当に胸切られたんですよ。その後はるかに足を切られて、けど本当にカメラやっててもみんな私の気配を感じるぐらい気配に敏感な子たちで、いやすごいなって、敏感ですごいって思って楽しかったです。楽しかったですね。私的に最後の私がぶった切られて、その後にかなえさんが端の方でこうなんかこう落ち込んだミニオンみたいな、その感じめちゃめちゃ可愛かった。いや私は気配を感じるのがマジで苦手だから、もうみんなどこにいるか分かんないから、ひたすら気配を消してた。消してたの。気配消し、気配消し。リアちゃんは How was it? It was great. I got out the first round.But next time I'll try very hard. 楽しかった。楽しかった。次はもっと強いらしいんだ。ああ、いや。はい。ということで、今回のこの動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。グッバーイ。